役団田中です、はい、今回なんですけども特別ゲストに来ていただいております。特別ゲスト特別ゲストに来ていただいております。なんと今回オレオレ詐欺で10億稼いだ男の人に来ていただいております。ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。出ていいんですか、そもそも。顔を隠してくれるんですよね。まあまあ、 サングラスもされてますし、当然木材モザイクもさせていただきます。捕まってないかな。ちなみに10億円オレオレ詐欺で稼がれたっていうことなんですけども、何されたんですか主に。オレオレ詐欺だ。まあ全部一人でやってるやん。なんて呼べばいいですか。犬井で。犬井さんがされたんですけど、犬井さんいいですね、お名前は おっしゃっても。乾さん、乾でいいよ。乾さん、ちなみにその10億稼いだっていう話なんですけども、そう、大体何件ぐらいこの詐欺といいますか。まあ、2、3件だね。2、3件。まあ、そういうことになるもんね。ずっと家見てたし。はい、だから、そのリスクが高くなるわけよ、会計数が増えればね。あ、なるほど。あ、ここの家だなって思ったら電話しちゃったね。どんなオレオレ詐欺ってどんな感じと思ってる。僕のイメージで言いますと、オレオレ、どうしたの、ちょっと事故には。全然わかんない。ちょっと電話かけてみて。どんな感じなの。あ、僕がかけるんですか。その名前なんだか、白ネギ子。あ、違います。何。田中です。あ、田中君の思うイメージちょっとやってみて。あ、じゃあプルルルルプルルル。もしもし。あ、おかん。もしもし。オレオレ、おかん。何。俺、事故って。やだー。ピーポーピー。なに、やだ。車の運転で事故って、事故ってんねん。やだ。ちょっと弁護士とかあるわ。もしもし、弁護士です。お金切るよね。切るよ、全然ダメだよ。今のは僕ちょっと女性の声できなかったな。いや、もうそういう不可逆とかそんなんいらないですね。はい。で、ちなみにその10億はどう使ったのか。まだ、その10億は基本も返したよね。全部。すみませんでした。もう取った人に。怖いもん。とりあえず帰るわ。はい。ありがとう。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう。ありがとう。田中君も、はい、危ない人多いから気をつけて、騙されないように。はい。ありがとう。まあ、チャンネル登録よろしくね。